JR 東日本ホテルズメトロポリタンホテルズホテルメトロポリタン秋田ホテルメトロポリタン秋田は秋田県秋田市にある JR 東日本ホテルズのシティホテルブランドメトロポリタンホテルズのホテルである株式会社秋田ステーションビルが運営する米どころとして有名な秋田が1976年から1985年の10年間産業立地件数が 飛躍的に伸び、特に東北新幹線開業以降は、交通網の整備も一段と進み温泉ブームと相まって観光地として注目されていたことに背景に国鉄が投資を決定し、1982年運営会社である秋田ターミナルビルを設立。秋田駅西口ロータリーに面し建てられた複合ビルに、1986年7月4日、 秋田ターミナルホテルと低層部に入るショッピングモールのオシャレ館、アルスが同時開業した。JR 東日本ホテルズにおけるシティホテルブランド名がメトロポリタンホテルズに統一されたことに伴い、1996年3月1日、秋田ターミナルホテルからホテルメトロポリタン秋田へ名称を変更。2004年4月1日、 秋田ターミナルビルと駅ビルとピコを運営する秋田ステーションデパートが合併し秋田ステーションビルが発足すると同社が運営会社となった秋田新幹線の開業を機に秋田駅が強調化されると2階部分でホテルとアルスは直結東北新幹線八戸から新青森間の開業を前に北東北観光需要が増えると見込むと改装工事に入り ツインルームを増やし、全客室を改装したほか、3階には、大人の休日クラブラウンジも設置。またレストラン、クオーレなども一新し、2010年3月26日、リニューアルオープンをオープンした。さらに2021年5月のノースウィング開業に、合わせ、本館のエントランスやフロントの改修も行われた。ホテルメトロポリタにあきたノースウィングホテル北側の、 立体駐車場としていた JR 東日本が所有する敷地に9階建ての別館を建設し2021年5月31日開業した客室は3階から9階部分に132室設け2階には JR 東日本スポーツが運営するジェクサーライトジムメトロポリタン秋田店が東北エリアで初出店したほか1階には先行して4月に セブンイレブンがオープンした。ノースウィングの開業で JR 東日本秋田支社が秋田県市と連携し、駅周辺で進めてきた再開発事業の一環でのハード整備はこれで一区切りとなった。など、ありがとうございます。